本気になれば自分が変わる、本気になれば全てが変わる。さあ皆さん本気になって頑張っていきましょう。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2009年の僕のテーマは元気、そうパワーを与えれるよう頑張っていきたいと思います。今年は元気にな、もっと熱くなれよ。熱い血燃やしてけよ。人間熱くなった時が本当の自分に出会えるんだ。だからこそもっと熱くなれよ。3、2、1、はい。ウリン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 いつも3倍、言わない、いつも10倍。君が欲しいのは 0.5mm なの。ちゃんと言えよ。チンタタトゥーン、チンタタタトゥーン、チンタタトゥーン、チンタ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 タタタトゥーン、チンタタタタトゥーン。たくさん食べたよ、松の揚げ。たくさん食べたよ、女の子。さあ、みんな元気ですか。はい。過去のことを思っちゃダメ。昔は思い出せよ。無事になるって言っただろ。でも、竹になろう。ちょっと、一生思うようにいかないことばかりだ。でも、そこで頑張れば、絶対このチャンスが来る。そうだ、頑張れよ。アンパン、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 俺今日格好のことやってんだよ。すみません、すみません。アンパン、アンパン、きっと悪口もうダメですね。でも変わるよ。そう、心のね、こんな俺でもこうならば、これから俺は竹になる。俺こんな村やだ、俺こんな村やだ。ウェイモルトンに出るんだ。ウェイモルトンでかなら、お米食べろ。つくね、食べろお前。年ね、ほんねが口に出せないの。私は次元の女の子、決められた点でふとおぶりに力なだと会話できないって言わない。できるよ次元はさ、冷てえわ。なんで分かってくんねえんだって思う時あるからね。みんな君の思いが感じてくれねえんだよ。寒い。皆さんグッドモーニング、皆さんグッドモーニング。一心同体、一生懸命、一期一会、自由自在。焦らない焦らない、一休み。おい大丈夫かよこれ。どれくらいチンチンに向かってられるの。10分くらい。5分やって1時間休む。感じてるよね。ああ感じてるよね。ああ好きなんだね。好きなんだね。はい、そうです。かっこいいよね。はい、感じてるよね。ああ、なんだよ欲ばかり、嫉妬、悪口、自分のことばっか考えてんじゃねえか。そんなの全て洗い流しちゃえ。変われるよ。そうすればこの川のようにみんなは君の思いを飲み込んでくれるさ。と思ってるあなた、シーズン自家ブロープルーカーソーフーリーダーエーシーフーチーダーシーリーパーメルタダーツダッドローデーサーダッドーサーイバーナーサーフーダーオーカーメルタダーアダムイキイキサイトゥーイキイキツダーやる気持ちの問題だ。
風が風が中身でファックなパン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 シャンシーッドドドドドドって頑張ってるんだよとえっまーシーッドド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 ゲンクの自然じゃん自然じゃんえっえぇだってガーバのいあなたと生き生きしたいじゃ富士山にバーだーだってウェンブルトンに休校ガなんほしいと私たちは話し合って心が言われの声を出せってだけだなんてだぞお前はもし無理だと思ったらこっから帰れお前こっから帰れお前しっかり聞けよ人の話を私たちは本気なんだから声ぐらい出るだろお前ら、はい、話しかけんじゃねえよ最近これてんじゃねえか、はい、ちょっとではしてんじゃねえか、はい、自分の言葉と考えてんじゃねえか、はい、何言ってんですか自動爆発これにて終わりますカレーパンカレーパンアンパン俺はメロンパンだった涼しくなりたいすぐやっちゃうから君ってどんな家ちゃんと家よ寒いよもう自分に勝手にこっちが作れるやつはどんな時も乗り切れるぜ松岡諦めんなよ諦めんなお前ダメダメダメ諦めたら周りのことを思ってみろってどうしてそこでやめるんだそこで俺だってマイナス10度のところ縮みが取れるって頑張ってんだよそうだもっと熱くなれろウィングルトーンで松岡修造です。この度私メンズビューティーとして選ばれたんです。えっていうの想像してください。ここはどこなのか想像してください。一体何があるのか。簡単ですよ。わかるよね。そう、ここは北京オリンピックメインスタジアムです。見た目で判断すんじゃねえよ。心のね食べろ食べろ収蔵熱くなれよ。もっと熱くなれよ。お米食べすぎるとやっとするぞ。まずはこちらの歌聴いてください。松岡修造女の子ほウェンブルトンからやってきたけど松岡修造女の子いきなはカッカッカシーそらこれはこれは誰でも一人きりなんだよ。富士山のように日本一になるって言っただろ。そう今日からお前はくっつったオッケーくるうちまでくる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 とがは各旅に進化くるっと回るからノートのスキルフィシンボーいいねゴールデンゲートそしてアルカトラスそしてこちらもうファッション界のリーダーになりつつあるメンズビューティーロバート321日本語で5秒諦めんなよ諦めんなよお前1秒取ってるって頑張ってるんだよもうちょっと頑張ってみよう必ず目標達成できるめちゃめちゃ生きてる松岡修造はホットプラントファイバーで熱血お米は食べられてるもんですね食べないそうだからお米お米食べろ過去のことを思ったらねあなんでそんなことしたんだろう一回に変わってくるから未来のことも思ったらね大丈夫かなああ不安になってくるでしょ一番になるっつったよなナンバーワンになるって言ったよなまずは形から入ってみろよ今日からお前は一番だ頑張るよキメよ分別ショット北京だって頑張ってるんだから諦めんなよお前何しに来たのあは騙されんな気をつけろよ頑張れ頑張れそこだそこだ諦めるんだ絶対に頑張れ積極的にポジティブに頑張れ頑張れ北京だって頑張ってるんだからこの星にスポーツそしてニコニコ動画ありがとういいだやっても食べれない
熱くなるわ。一生懸命頑張っていきたいと思います。崖っぷちだと思っているあなた、一番になるって言っただろ。おい、昔の思い出すよ。自分が取るって頑張ってんだよ。岩波見習ってみけろ。自分のことばっか考えてんじゃねえ。今ここを生きていけば何の意味もないよね。いや、すんなよ。今日からお前は必ず目標達成できる。だからこそ俺についてこい。君たちには大きな夢があります。その夢を諦めなければ僕は到達すると思います。本気になれば自分が変わる。本気になれば全てが変わる。皆さん本気になって頑張っていきましょう。